すごく単純な練習をします。よくセンターセオリーって言われると思うんですけど、そのセンターセオリーもたくさんあるんで、じゃあ、その初歩的な部分っていうのをやってもらって、レベルに応じて、段階を作ってきたんで、そのセンターセオリーの最初の部分っていうかね、そこをちょっとやっていきたいなと思います。じゃあ図で説明しますね。ちょっとセンターセオリー分かりやすくするために、一応前衛2人後衛2人って この陣形でやります。試合であんまりないと思うんですけど、センターセオリーを、学ぶには一番いいかなとちょっと思ってる陣形です。で、センターセオリーの配球を練習するのは一応こっち側ボレーの方、どう配球するかっていうと、まず最初にセンターに打っていく。で、どっちか取りますね、ボール。で、例えばこっちの人が取ったら、どっちかに返ってくる、センターかもしれないですけど、でその次のボールをどこに打つかもう分かりますよね、図だと。ここですね。じゃあここに打ちます。そしたらこう追っかけます。で、カバーします。でこの次のボールどこ打ちますか、ここかここですよね。どっちでもいいです。ここでもいいです。すごくカバー気づいてないって思ったらこっちでもいいし、カバーすごい過剰だなと思ったらこっちでもいいわけですね。なのでものすごくここが流動的になるかなと思います。でこれのどこがセンターセオリーかというと、最初のこのセンターっていうのがまずポイントで、これでまずどっちかをセンターに寄せるっていうのがまず最初のやるべきこと。センターに寄せることが、じゃあ逆の人が取ったとしたらできたら、今度はサイドが開く。じゃあこの空いたサイドに打つ、取る、じゃあ空いた、もう一回センターでもいいです、じゃあ取る、そしたらこっちが空いたっていう風に、どんどんオープンコートを作ってオープンコートに狙っていきましょうっていうのを、やっていくっていう、たったそれだけの練習です。めちゃくちゃ簡単だと思います、ね、図で見ると簡単ですよね。で、これ大事なのはセンターをきっかけにスタートしたいので、最初はセンターに必ず、打ってください。それからどっちかが取ってっていう風になっていきますけど、まず最初のセンターが打てないとまずいけないと思います。まずこの時点でここちっちゃいオープンコートとここにオープンコートがまずあるっていう状態で、そこにしっかり打てるようにする、まずセンターボレー、これ必須です。これできたらあとはもうぐちゃぐちゃぐちゃってなってきますね。で一応この2人前の2人はそれを考えて組み立てて配球で決めていく、決してパワーで決めるとかではなくて配球で決めていくっていうことをやりましょう。そして、この人がそれを考えてるだけではダメです。じゃあ何をするかって、この人も同じことを考えないといけない。なので、センターで取りました、じゃあこっち次はこっちだっていうのをこの人だけ思ってても意味がない。だから両方とも思っているようにする。自分が打ってなくても次はこっちだ、空いてると思って、例えばこっちに来たらスッてここに打てるようにしないといけないので、一応そこはペアで考え方とか空いてるなっていう場所を共有するっていうことも練習しておきましょう。